い、ではこちらの論文を自然言語研究室の稲岡が紹介します。とこの論文は、EMLP2018 に、アクセプトされた論文で、あの内容は こちらを参照ください。で、まず最初に概要です。とこの論文は文脈情報、ですね、を使わずにでかつこう語彙を超えてアウトボキャリも対象にこう事前学習済みのこうワードエンベディングをこう反化させるっていう論文です。従来のワードエンベディングは、基本的にこうアウトボキャベラリーのこうベクトルを作れないって問題があるんですけども、こうそのそれをなんとかするっていうような論文です。で、具体的にはこう単語をこうバックオブサブストリングスとこう見なすですね。サブストリングスのこう集まりで単語ができているっていうような感じに見なして、でサブワードレベルのこう単語ベクトルからこう、ですね、あの単語、アウトボキャブラリーであってもこうベクトルを生成するようなモデルっていうのを提案しています。で、実際に英単語の類似タスクで、最先端のこうスコアを出しているっていうような論文です。で、この最初にそのワードエンベディングとアウトボキャブラリーのについて話しますと、従来の多くのワードエンベディングっていうのはそのコーパスの中にこう何回も出現するこう高頻度な単語だけにこう単語ベクトルを生成してて、で、そうじゃない低頻度語をアウトボキャブラリとしてて、それに対してはこう単語ベクトルを生成しないっていうようなことをしました。で、それだとこうワードエンベディング作って、それをなんか他のタスクにこう適用するときにそのワードあとアウトボキャブラリー自体にこう情報がなくなってしまうので、そのタスクが困難になってしまうというような問題があります。で、それを解消するためにそのアウトボキャブラリーの単語のこう単語ベクトルというのを考えてあげることになります。で、単語はこう多くの言語でこうその単語をさらにこう、語感とか接字とか修飾語みたいなより細かい形態層にこう分割することができます。具体的に例えばこう人間がこうこのプレイ EMNLP っていう単語があった時に、なんかこう、これ多分今までに見たことがない単語ですけど、こうなんていうんですかね、プレってあるから、なんか前のみたいな意味があって、EMNLP は分かると思うんですけど、そういう意味があるのかなっていうような意味を推察できるですね。で、それと同じようなことをすればこうこのアウトボキャブラリーの単語でもこう単語ベクトルを推測することができるっていうようなことが考えられます。で、この論文のこの研究の関連の研究として、一つ目がこうファストテキストっていうもので、この論文において、その従来のセットオブジェクトというふうに定めているもので、これはキャラネグラムを使ってその、アウトボキャブラリーの単語を生成するものですね。目的はこの論文と同じでこう、手法も結構似てて、その本来アウトボキャブラリーで単語ベクトルを生成できないものに対して、より細かい、ここだとキャラリーグラムを使うっていうような考え方でやっています。でファーストテキストの欠点としてはこう学習にとてもこう大規模なコーパスが必要っていうものがあります。この論文だとこの大規模っていうのは実際にはこう比較するときはこうイングリッシュウィキペディアをこう使って学習させています。で、そのアウトボキャラリーの単語に対してベクトルを作る、他にももう一つありまして、こうミミックエンベディングっていうものがあります。こちらはキャラクターレベルのバイ STM にこう単語の、1文字ずつこう情報を入れて、その出力とそのワードミーニングをこう一致させるような学習をすることで、こうキャラレベルキャラクターレビューのバイ STM の出力っていうのがそのワードエンベディングを模倣するようなモデルです。で、実際にここで提案されているモデルについて説明します。
で、概要にもあったんですけど、その単語っていうのをバックオブサブストリングバックオブサブワーズというふうに見なして、そのバックオブサブワーズ、まあ、サブストリングと見なしたその単語のベクトルっていうのは、その部分文字列の、その単語から取り得る部分文字列全部の、ベクトルの、まあ、平均を取るっていうような方法です。で、その平均取った結果っていうのをこう事前学習された、まあ、既にあるベクトルとこう一致させるような学習っていうのを行います。で、ファストテキストの場合は、その最初にこう、まあ、ここにあるような、まあ、事前学習されたベクトルっていうのは使ってなくて、その予測文脈とさせるときにこう、キャラクターエニグラムといいますか、こうサブストリングスをこう考慮するんですね。でそれに対してこっちはその、初めにも単語ベクトルをこう、まあ、事前学習させるなりこう持ってくるなりして、まあ、それに合わせるような学習、サブワードのベクトルを学習させるっていうような方法で、まあ、ちょっと似てるようで異なる手法になります。で、ここで言うサブストリングス、まあ、日本語だと部分文字列なんですけど、その定義っていうのが、まあ、こちらになっていて、まあ、取り得る部分文字列全てを使うわけじゃなくではなくて、こう一番下にあるようなこう長さが A 以上 B 以下みたいなようなサブストリングスっていうのをこうもあの部分文字列っていうのを取ってきて使います。で、この後に説明する、まあ、数式のためにここでちょっと補足なんですけども、このラージ S で、まあ、こう括弧開き S 括弧閉じってなっているのは、まあ、こうさっきの式の、まあ、これをまあ短縮してあえて表現しますっていう意味ですね。で、この括弧 S 括弧閉じみたいなのはこう単純にこう括弧に深い意味があるわけじゃなくて、こうその単語の何て言うんですかね、先頭記号となんか終端記号みたいなのをこうなんかコンキャットっていうかくっつけてるっていう意味で、その括弧 S 括弧閉じみたいな記号を使ってます。で、まあ、これはあれですね、まあ、暫定的に置いてる記号で、そう単語にまあそういう単語が含まれてないっていうか意味で、あくまでこの記号はその単語の先頭とか単語の終わりっていうもののみを意味する文字です。で、このL min L max っていうのは、まあ部分文字列のこう長さ、最低の長さと最高の長さっていうのをここで定義してるんですけども、これはまあハイパーパラメータになってて、この文ではこう L min が3で L max が6なんで、まあ部分文字列っていうのはまあ3文字か6文字の中のどれかになっています。で、まあ、ここでちょっとサブストリングスの例を出しますと、こう例えばこうサブス、まあ、3、4ってあった時のこの括弧開き、まあ、インフィックス括弧閉じっていうのは、まあ、こういう風なサブストリングスになるっていう例ですね。こう括弧開くっていう、まあ、なんか文頭記号みたいなものも含めてサブストリングスを計算して、でこう長さがこう3、4って指定されているんで、まあ、3から4長さのこうサブストリングスがここにずらっと並んでるっていう感じですね。で、このサブストリングスに対してこうベクトルっていうのを作ります。で、バックオブサブストリングスでベクトルを作る際っていうのは、その、全ベクトルの、全、サブストリングスの、まあ、全ベクトルの、まあ、単純な平均を取って、その単語のベクトルとするっていうようなものになります。で、実際に学習させる際っていうのは、そのまあ、この式を最小化させてたんですけど、この式っていうのは、そのバックオブサブストリングスで計算された単語ベクトルっていうのと、事前学習された単語ベクトルっていうものの、まあ、ロスを小さくする小さくするような学習っていうのを行います。まあ、ここではロスはこの下のような、まあ、L2 ノルムの事情でこう計算する風になっています。で、実際に、まあ、これで作ったこう単語ベクトルっていうのを評価していくわけなんですけども、まあ、今回の評価に使った評価のための実験の説明が、このワードシミュラリティによる評価です。この、まあ、事前にこうラベル付けされたこの単語の類似度っていうのと、単語ベクトルの類似度っていうものに、まあ、どれだけ相関があるかっていうものを計算することで、まあ、その単語ベクトルを評価するっていう方法です。で、まあ、類似度
単語ベクトルの類似度っていうのはこうそのベクトルのまあコサイン類似度で計算して、まあ、この相関っていうのはまあ順位相関係数で、あスピアマンの順位相関係数で計算する方法です。で、データセットっていうのがこう2つ使って評価のためのデータセットっていうのを2つ使ってまして、1つ目がスタンフォードリアワードっていう、まあ、リアワードをこう多く収録しているデータセットで、まあ、もう1つがこうワードシムこう353っていうもので、まあ、こちらはまあ一般的なこう単語っていうのを含む多く含むデータセットです。この括弧この58% とか 11% ってあるのがそのアウトボキャブラリーの割合ですね。もうこの 11% っていうのはこう頻度が低いっていうか、もう完全にアウトボキャブラリーでもうベクトルが全く作れない、本来だったら全く作れなかったものの割合っていうのがこうなってます。で、この一番左にある、まあ、プリグロットと Google っていうのはこれはあの事前あの今回提案したモデルで使う事前学習済みの、まあ、単語ベクトルのデータセットっていうかデータです。で、まあ、プリグロットの方が、まあ、ディメンション64の、まあ、トークン数、まあ、こう10万とかっていう、まあ、Google の方は300の160キロっていうようなデータになっています。で、このリアのデータ、あのポリグロットとグルのデータを使ってベクトルを作って評価をこう RW と WS で行うっていうような形になってます。で、実際の結果がこちらで、まあ、モデルとして、まあ、あのエディットディスタンスとミュークエンビディングと、まあ、今回の提案モデルの、まあ、あれですね、ベクトルを全学習済みの、まあ、使うベクトルを書いたものと最後にファストテキストっていうのの結果がこちらになっていて、この数字っていうのが順位相関係数、アスピアマンの順位相関係数をかける100したものですね。でこれを見てみると、ですね、まあ、リアワードにおける評価をまず見ると、その提案モデルはそうですね、あの、まあ、エディットディスタンスと比べると、まあ、こう大きくて、まあ、ミークエンビリングと比べてもこうリアワードに対して強いモデルっていうのが分かります。でこう、まあ、リアワードにおいてあのファストテキストと比べた時にはこう結構近いような結果になっているものになっています。でそうですね、この WS っていうのがその、まあ、一般的な単語に対して、まあ、ベクトルを作るっていうものなんで、まあ、ベクトルをこうどういうベクトルをこう模倣するのの、まあ、性能みたいなのを測っていて、まあ、実際模倣しなくても別に Google のとかこのポリグロットに、まあ、あらかじめベクトルがあれば別にそれを使えばいいんですけど、まあ、もしそれを作った場合どうなるかっていうのがこちらの WS の結果ですね。まあ、こちらを見てもこう従来のミューケミニングよりもこうより高い相関が得られているってことが分かります。で、実際に今回の提案モデルとファストテキストを比べると、まあ、どう違うかっていうと、その今回の提案モデルの方がより少ないデータとか、まあ、訓練時間っていうので実現できています。まあ、具体的にこう筆者らはこう環境を述べていて、まあ、こちらの CPU を使ってこう提案モデルをシングルセットで学習させた時で Python 実装で352秒程度で、まあ、ファストテキストの場合はその、まあ、マルチセットを使って C プラ実装したものが数時間かかるっていうのでこう全然時間が違う、まあ、方法が違うんであれなんですけど、まあ、こうよりシンプルで、まあ、計算できるで性能も匹敵するモデルであるっていうふうに述べています。で次がその単語のベクトルからその、まあ、ポスタギングだったりとかあと構文的な、意味っていうのをこう予測するようなモデル予測するようなタスクを解かせて、まあ、その後での性能っていうのを測ることでその単語ベクトルっていうのがそういう構文的だったりそういう何て言うんですかね情報っていうのをちゃんと含んでいるかっていうのを評価しています。で、データセットっていうのはこう言わせる、ディペンデンシーの中のこう多くの言語で行っていてで、実際予測させるモデル自体はこうシンプルに YSTM でこうに入れて、まあ、その出力をクラスター、クラスターじゃなくてあの分類するっていうような、まあ、シンプルなモデルです。で結果がこれでちょっと縦長いんですけど、まあ、この、まあ、まとめて言いますと今回、まあ、ここの結果に載っている
言語で今実験を行ったんですけど、これが全てのモデルで安定してこうランダム、まあ当然ですけどランダムとかあのミックエンビディングに対しよりもこう安定して優位な結果っていうのが得られています。で、結構、まあ、どれも大きな差があるんですけど、特にその単語にそういう情報が含まれやすい、例えば何て言うんですかね、まあ、英語だとなんかそのプレイっていうのが原型で、まあ、プレイドっていう、こう後ろに ED つけただけでこう過去形になるみたいな、そういう単語にこうそういう情報が含まれているような言語っていうので特に差が大きく出ていて、まあ、こう意図したような効果が、あの提案モデルで意図したような効果が現れているっていうことが分かります。で最後結論です。と、まあ、今回提案したモデルでその事前学習済みのワードエンビディングっていうのを活用することで、そのアウトボキャブラリの単語に対してもこう単語あのワードエンビディングっていうのを推測するできるようなモデルを提案していて、まあ、今回行った、まあ、評価においてそのより、良いそのベクトルっていうのを作れていて、かつそういう構文的だったりとか形態論的な知識っていうのがそうベクトルにちゃんと表現されているってことが確認できました。以上で発表を終わります。